こんにちは。OK ですか ?OK ですね。はい、こんにちは。ケンスケと申します。普段はですね、インスタグラムを、主に活用して、モデルと、インスタグラムとあと、パーソナルトレーナーをしております。YouTube やるきっかけは、Instagram だと分かりづらいじゃないですか。リールとか画像だけで判断されてしまうので。それで、YouTube で、どういう人なのかとか、自分がしたいコンテンツを、どんどんこう作成して載せていこうかなっていう、コンテンツにしていきたいので、ケンスケを知れたらいいなっていうふうに思ってもらえればですね。はい、モデルとしては22歳からスタートして、最近ですと、こういうジレットっていうひげ剃りのコマーシャルを、出させていただいて、こちらこちらですね。で、あとは三井住友UFJ銀行のカード、新しいクレジットカードのコマーシャルも出ております。あとサクセス24っていう、シャンプーの、コマーシャルも出ております。ですそんな感じですかね。普段僕性格としては結構明るくておちゃらけキャラなんで、そういう風に興味を持って見てもらえたら嬉しいなと思うので、ぜひチャンネル登録みたいな感じで今後もコンスタントに動画を作って載せていけたらいいなと思うので、ぜひお願いいたします。あとの質問は陽介くん、何かあると？メインコンテンツは何になりますか？ YouTube のメインコンテンツですか？メインコンテンツはでも、あんま決めたくはないっていうか、何ですかね、モチベーションがいいですね。この人見てすぐ頑張れるとか、この人見たらちょっとでも仕事頑張れるとか、本当そういったものにつながっていけたらいいと思うので、そこが目指すところかなと思います。はい、あとはあります？基本それはあれですか、筋トレとか食事とかとか普段やってること？そうですね、モデルとしてどういうふうにしてるかとか、ですかね。そこのあたりをこう載せていこうかなっていう思っております。具体的には、具体的にはそこですかね。ケンスケっていうのがまず一番で、そこから生まれるものは何かっていうのを、それがモチベーションであっていくコンテンツを作っていきたいので、そこですね。はい、でかい、でかいですね。本性バレちゃうんでお仕事とか合間に見るのもいいですけど、お仕事終わって一息ついた時に見れるようなケンスケ君でありたいですね。はい、何言ってたの？確かピーポーピーポーピーポーうるせえしな、うるせえって言っちゃいけないもうピーポーピーポーなんで。じゃあそんな感じですね。よろしくお願いしますって感じですね。はい、以上です。じゃあ YouTube から来た人に、インスタグラムの名前は何ですか？インスタグラムの名前はケンスケ東京なんで、ぜひ登録フォローしてください。あとはコンスタントに載せていきたいなと思います。よろしくお願いします。あとタイ語も勉強します。英語とタイ語ですかね。ではまた。ありがとうございます。英語とタイ語でお願いします。Thank you very much。サリカ。